本日もですね、たくさんの視聴者からギャラクシアンから裏技が届いております。好評につき、じゃあ紹介していきますね。結構レベルが高いです。もう池崎さんのやつ言わなくなったんですか？もう言わないです。なんか言おうかな、せっかくだったら。僕からの裏技はこちら。冬場は、室内と外との寒暖差により窓に霜が降り、その霜に指で…あ、ちょっとした。ありがたかったですね、今。冬は室内と外の寒暖差があるため、窓がこう霜っぽくなり、それに指でうんこを描くと楽しい。ちょっと待って、技要素全くなくなってますね。ちょ、技あるこう、絵描けるって知ってた？いや、知ってますよ。裏技じゃん。あれ、技要素そんなちょぴっとでよかったんですか？もうそんぐらいのレベルだから、池崎はしょ、もう極みだから。裏技、もこれも裏技で、もう描く。このコーナー終わるの早い。ギャラクシアンからね、非常にいいね、はい、裏技が届いてます、はい、ラリさんからの、投稿ですね。掃除が終わった後、髪の毛が数本落ちたりすると掃除用具を出すのは面倒いので、ベッドの下や家具の下に追い込んでなかったことにする。いい裏技ですね。みんなやった方がいいですよ、これ。この裏技はね、うん、技要素がないんですか？ここ隠すのが技だから。隠すのが技ですから。あ、僕もじゃあ裏技1個いいですか？これぞ裏技です。北村くんからの裏技です。マッサージをしてもらってる時に、うん、全く動かないと、うん、こいつ寝てるだと思って、うん、手を抜かれる可能性があるから、うん、たまに動いた方がいい。あ、いい裏技ですね。これ裏技でしょ？それはまあまあ細かいテクニックだね。テクニック裏技ね。こういうのを裏技って言うと思います。いや、違います。違いますか？違います。暑くて寝苦しい夜、フローリングや畳が冷たくて気持ちいい。これ裏技ですね。これ非常にいいですよ。トイレでトイレットペーパーが残り少ない時に少しずつ使って間に合わせようとするけど、足りなくなって結局新しいやつを出す。途中までめちゃくちゃ裏技っぽかった。ぽかったよね。途中までは満点でしたよ、ね。満点。ちくわ犬さんですね。ちくわ犬さん。ちくわ犬さん、MVP おめでとうございます。サンシャイン池崎ギャラクシーチャンネル。今日の漫画はこちらですね。バン、フェルマーの料理。これはですね、あのサッカー漫画、大人気サッカー漫画青鷲の人がですね、現在連載してる料理漫画なんですよ。で、これどんな漫画かっていうと、この主人公のね、この男の子ね、これが主人公なんだけど、これはね、数学の天才です。で、数学の天才で学校に通っております。特待生みたいなので、で、数学オリンピックで優勝しろみたいな校長先生に言われてんのよ。ガチなの、他のやつら。で、こいつもでもともと数学楽しくやりたかったの、はい、楽しかった。でもそこのガチのとこ行った時に、はい、みんなもうこんな顔してちょっと本当にそんな顔ですか？ちょっと見てみます。違いました。こうでしょ。カラオケのデパートですな。こうじゃなかったです。こうでしょ。そんで、そんでじゃない。そんで、もうね、もうできない、俺は数学はってなったの。もう白紙で止まらなくちゃうんだよね。で、校長先生バチクソに怒られて、お前これで入学してんのに、な、俺の顔に顔、な、泥塗ってどうすんだっつって。でも親は東大行ってほしいって言ってるから、学校は頑張んないとなとかいろいろ悩むんだけど、その調理実習の時にナポリタン作る授業があったので、女の子が、仲いい女の子が、ちょっと食べさせてあなたのナポリタンって言って食うの、うん、そしたら、つって、うますぎないこれってなって、あ、そうみたいになって、
で、そしたらそこにここの表紙のもう一人のところでしょ、はい、こいつが入ってくるのよ。こいつはね、校長先生に呼ばれた料理人なんだけど、はい、こいつが厨房にたまたま来て料理ちょっと食わしてくれって言って食ったら、うんってなって、そんな顔してました。ちょっと確認するわ。違った。どういう顔でした。こいつ池崎さん、あんま変わってないですよ、今の。それとそれとやっぱね、もうこれ意外な事実かもしれないですけど、やらくしゃの皆さん、池崎さんが顔芸苦手です。1種類で本当やってます、はい、実はベースの1種類しかないんです。これしかないです。目に開いてあんこ出すしか実は持ってないんです。そう、ちょっとね、志村さんインスパイアでずっとこれ戦ってるから。実はこの人これしか持ってない。得意そうっすよね。そうそう、得意そう。でもこれしかないから。でね、この人が食ってうますぎるっつって、はい、やるなってなって、何度だって聞くの。え、45度だよ。頭なんてやるな、うん、書いて、これ何が45度かっていうのがね、後で明かされるんだけど、はい、なんでそんなうまいんすか、うん、それがね、明かされるの。これなんでかっていうと、こいつ数学めっちゃうまいでしょ、はい、こいつね、数学的思考で料理を作れるっていう能力があるの。なるほど。このうまいナポリタン作るんだったら、はい、これをこうするはずだ、じゃあこれをこうするはずだったらこうするはずだみたいな、こう逆算で、はい、作れるっていう能力がある、はいはい、で、ナポリタンを今日はやります、はい、めちゃくちゃうまいらしいよ。じゃあその45度の秘密がこの後明かされるんですか、うん、明かされます。ただこの45度に関しては、はい、結構ね、ネタバレなのよ、本当に。結構最初に45度って言って最後に明かすから、最初のこの料理で、だからまあ知りたくない人は知らないらしいね。トゥルトゥ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 ジャ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 スティスジャジャジャスティスジャスティスジャスティスギャギャギャラクシーギャギャギャラクシーギャ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 ラクシーサササンサシャンサササシャンイエー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 イ。じゃあ早速なんですけど、はい、スパゲッティを茹でます。何グラムですか、塩。塩はですね、小さじ1いきます。1リットルの水に対して小さじ1いきましょう。おぉ、ちょっと少なめ。わかんない、でもなんかわかんないね。でもね、なんかね 2% の塩水って書いてあるね。おで、そこは合ってるってことですか。いやでも大事なんですよ、塩分濃度。そうなんだよね。今 2% ってことですか。これはね、待って、1リットルに小さじ1入れたら 2% なのか。いや2% ですか。1リットルに 20g 入れたら 2% ですよ。僕いつも 1.4%。 じゃあ小さじ1は何 g なんですか。調べてください。これ大事だから、これ大事だから。もう入れちゃいましたけど大丈夫。小さじ1はもう逃げれないよ。小さじ1杯で約 5g、うん、だから1杯を作るんだったら1リットルに対して4杯入れないと。4杯 OK。 全然フェルマーじゃねえよ。よっしゃ、いいよ。これ何を参考にしてんの。これ2% って書いてあったから、いくよ。あ、今適当に出す。小さじ1杯、うん、小さじ1杯適当なんですか。適当、小さじ書いてあるとかじゃないですか。これは書いてある。2% って言ったら 2% って書いてあるから。 20g 入れない。そうや、なんでちょっと切れてるんですか。待って、 あと何杯入れんの。あと3杯、うん、あと何杯。2杯です。それ本当に1リットルですか。これ1リットルです。これ測りました。じゃあ、はい、もう一回入れよう。読んだよ、これ。こんな入れていいんすか。 2% って書いてあるから。めっちゃ入れる。結構濃いっすよね。書いてるもん、2% って。めっちゃ塩水っすよ。ちょっと一回舐めた方がいいです。ちなみに最初池崎さんやろうとしたら 0.5% でしたから、ね、これ 2% で合ってんのか。いやでも書いてるから 2% って。いやだから1杯 5g って書いてあるから、うん、これ1リットル入ってたよ。はい、 OK、 大丈夫。 20g で 2% で、この穴から出たら 100g らしい。あります。あ、出てきた。あ、いい、便利便利。これ 100g 完全に1人前、はい、でこれを表示時間よりも2分長く茹でる。逆、そう、逆に長い。14分14分、やべ、始まった、OK。
忙しいよこれ。これ大事だから。あとの具材普通のナポリタンだからね。そうですね。見てあるの。うん。シンプル。一番好きなスパゲッティ何？もうタラコスパです。うまいよね。とそれを超えるのを作るわ今日ナポリタン。ミシュカストリスあ、じゃあ僕のタラコパスタ好きを塗り替えるってことですか。そう、ナポリタン好きに変えるわ。ああこんなナポリタン食ったことねえってみんな言ってたから。やっぱこの料理は主人公がもう数学の天才だから、はい、何分とかそういうのきっちりやった方がいいと思うんだよね、はい、うん、何分、2分多めに茹でるとか何グラムとかすごい大切だと思います。あなたさっき 0.5% に仕掛けてました。ちょっとそこら辺はちょっとむずいんだけど、みんな協力あってよかったね。できました、はい、でこれをこういくじゃん、はい、で冷水で締めます。冷水で締めるんですか。締めるんですよ。いいね、とんでもねえやつだ。パスタ締める。そう、ワインビネガーいきます。ワインビネガー、うわすべ、ワインビネガーってこんな感じなんだ。マヨネーズ大さじ1、大さじ1、で、これをマリネします。こうすんだって。今のところサラスパみたいですね。ね。で、これを冷蔵庫にぶち込みます。冷蔵庫ですね。そう。閉めたやつをさらに。こうやるらしい。いよいよ、炒める作業が始まるぜ。まず玉ねぎですね。これが飴色になるまで炒めます。もううまそうだね。先にウインナー、焼く順番も大事らしい。まあ、まずくはならそうですね。まずくしようがないです、ね、そう。ただただびっくりするぐらいうまいっていう、そこを目指したいよね。ここで大事なのがこう寄せるわけよ、端っこに、はい、でケチャップ入れるんだけど、具を寄せてここに入れるんだって。混ぜない、まあ結構混ぜるんだけど、最初こうすることでなんかこうちょっとこう焦げる、焦がし表面的なことですね。そう、強火ですよね。ちょっと強火にするで、ここに入れると、結構手間かかってますね、ナポリタン。そう、あとこのマリネしてさ、うん、わざわざ一回冷蔵庫で冷やして、そう、一気にうまそうに見えてきた。で、茹でる時間も長いしね。普通のナポリタンとも違う。もう一気に声入ってる。うまそう。うまそうじゃん。いただきます。気づいた。それです。なんとあの主人公は食器も温めてます。その温度が45度だ。45度の熱さじゃない。ちゃんとちょ、これでね、これ買ったんだよ、これ1万ぐらいしたんだけど、これ
それ人の女の子のやつですからね。もうちょっと時間かかるな。チケットって俺今暑くてもったいないです。そのせいで今ナポリタンどんどん冷めてってますよ。45度がちょうどいいらしいのよ。もう食器すら温める気配り。じゃあ食べようか。そりゃうまいね。うまいわ。どう？どうかと聞かれればこう答えます。うん、ちょっと酸っぱすぎます。そんなことない。ちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱい。でも確かにちょっと酸っぱさ感じるな。レシピ通りあったけどな。うまっ！手はなんないな、確かにな。後味が、うん、後味が酢だね。そう、うん、お酢がちょっと残りすぎてて、うん、水欲しくなるんですよ。水うめ。でも俺の手元には池崎さん用意してくれなかったから、うん、今すごく嫌な口になってます。水のうまさ感じるよ。やっぱ炒めが足りなかった気がするわ、うんうん、なんか落ち込む味ですね。ハードル上げすぎたな。なんか食べたら、うん、テンションが下がる味です。そうっす。テンションが下がるというかなんか、うん、今回の評価は手がさフェルマフェルマフェルマ。多分どっかの工程間違ってるわ。なん、どこっすかね。寝かす時間とかなんかな。あー、なるほど、ね、寝かす時間とあと炒める時間、うん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 、ぐらいかな。確かに分量が大体合ってるから。もしギャラクシアンにね、料理めちゃくちゃ詳しい方いたら、原因提案していただきたいですよね。確かに。ではギャラクシアンの皆さん、今回はですねペガサスということでしたけど、随時いろんな料理漫画リクエストお待ちしております。ありがとうございました。